リンダは、並列プログラミング言語であり、プロローグ、C 言語、Java などの他の言語上に拡張として実装される。並列処理とプログラミング言語の関わりを考えたとき、いくつかの手法が考えられる。まず、言語を、並列処理向きに位置から設計する手法である。例えば、CSP に基づいた、OCAM などがある。第2に、 既存の言語に並列処理モデルを導入して新たな言語を構築する手法である。例えば、マルチリスプ、コンカレントスモーレトークなどがある。第3に、並列化を言語仕様とは別の部分で実現する手法である。例えば、コンパイラによって並列処理を実現する。リンダはこれらとは異なるアプローチであり、既存の言語仕様に修正を加えずに強調モデルを 付加することで並列処理を実現する。このためリンダは協調言語とも呼ばれ、並列性のない言語で書かれたアプリケーション間の協調動作にのみ注目している。リンダのモデルではタプルスペースと呼ばれる概念上の共有メモリ上で片付きのデータレコードをそこに格納する。タプルスペースは以下の5つの単純な操作でアクセスされる。 タプルスペースからタプルを取り出す操作は、一種の連想メモリのように行う。つまり、タプルの一部のフィールドの値を指定して、それにマッチするタプルを取り出す。これにより、本来関係のないプロセス間でデータをやり取りできる。AT&T ベル研究所のスーディール・アフジャが、イエール大学のデビッド・ガランターとニコラス・カーロと共に1986年に開発した。 協調言語という用語は1992年の彼らの論文で初めて使われた。彼らは並列プログラミングを計算のアルゴリズムを扱う計算モデルとプロセス間の通信や動機を扱う協調モデルに分けて考えた。当初、注目を浴びたリンダだが1990年代半ばには興味が薄れていた。しかし、1990年代後半になって、 Java にリンダを実装する例が見られるようになった。リンダの実装としては、プロローグ、Ruby、C 言語、C、Java などがある。IBM も似たような仕様として、サペーシズを持っている。また、リンダを独立した言語処理系として実装するものも出てきた。例えば、Ease という言語は、スティーブン・エイリクソン・ゼニスが設計したリンダ風の 並列処理言語である。言語の名称は、アダが、エーダラブレスにちなんでいるのにあやかって、ポルノ映画、ディープスロートの主演女優、リンダラブレースにちなんだものだという。コンピューター、オリエンティッドユーモア、アイゲット IT。2008年5月10日閲覧。ありがとうございます。